どうも皆さん、こんにちは。こんにちは。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はね、一回やってみようかっていうやつがあって、前からしてみたらっていう声がちらほらあったやつなんですけど、ほうほうほう、なんかいろんなあれ、はい、あれかあれかな、僕たちはどれほどの商品を理解してるんだろう、ちゃんと理解してますか。この自社の商品言ってますか。ほら、もちろんね、はい、いや、わかりますよね。わかるでしょ。わかります、わかります。自信あるでしょ。自信しかない。自信しかない。そう、ということで、はい、一番我々扱うことが多いです、はい、スーツの生地なんですよ。出た。おお、生地ね。出た。それはもう毎日、もちろんスーツ着てるしね。はい、毎日サンドバイスしてるしね。サンドバイスしてますよね。はい、してます、してます。だから、はい、出た。やっていただきます。僕が一番いい役いただきましたけど、お二人には、あ、僕らがやるんですか。キッキ生地、キッキ生地やらせてもらうんですね。で、一応その三つ生地ご用意したので、はい、その三つの中で一番こう、まあ品質が高い、なるほど、高級生地を当てるわけだ。いや、一番めっちゃ簡単なやつ。まあまあ、それはまあね、どれかってことでしょ。そう、ビーツ、ビーツ三択、三択、まあまあ、三、まあ、まあそういうことですね、三択。そう、うん、で、その3つの生地なんですけど、はい、一番いいやつから、はい、はい、文字で一番こう、グレード高い、え、ほうゼニア、ゼニア、わかるエルメネジルドゼニアですね。そうですよ、皆さんね、ご存知、はい、エルメネジルドゼニアくらいわかるでしょ。そらね。分かる人はもうゴールやん。それそんなに言うんだよね。分かるでしょ。メネジルドゼニアはあのゼニアですから。それ、うん、はい、それいける。そんなに言うて、いやいや、いいねんね。俺あんま言ってないそういうやつや。いやいや、まあまあ、分かるじゃん。分かるでしょうよ。分かる。ゼニアが一番。ゼニア、だこれは出た。ゼニアは当てる、うん、まあ、ゼニアあったんですね、はい、一番ね、わかります。他はで、2つ目は、はい、ウール100よくあるんです。あー、なるほど。一番人気柔らかい、柔らかいね。ウール100、柔らかいです。ウール100、ウール100でもそのものって割と柔らかい。いや、そうですね、割と肌触りいや、わかるんちゃう。でもわかるんちゃうか。ゼニアですよ、だって。はぁ、で、最後3つ目、はい、ほら、ポリ100なめられたらと思いますね。それはね、化学繊維でしょ。そう、要は化学繊維なのかナチュラル羊でしょ。いや、分かるに決まってない。それも一番ええのよ。そう、グレード高いでしょ。グレード高羊でしょ。そう、一番分かりゃ分かって当然でしょ。それはまあ分からんとやってられへん。いやいやいや、僕らは誰やと思ってるんですか。相当やね。それはね、はい、ドラマはここまでのキャリアが。さっきも検品したところですから。ああ、ね。あの、この度の初売りで散々僕らゼニアの記事紹介してるし、おすすめしますからね。散々触ってますから、もう手にこびりついてるじゃん、もう感覚はね。はい、ウェーレでそんなに。はい、ああ、もう行きましょう。全然、いやー、恐ろしいっていう記事だったんですね。そうで、そのまあポリン100やけど、はい、最近のポリそんなに粗悪なやつ少ないですよ。少ないですよ、ほんまに。ポリン100でもウールライトっていうやつがあって、おや、割とウールの声にしかやつなるほどですね。ちょっと紛らわしい感じ。紛らわしいね。シャッカシャカじゃないや。そうでしょうね、やっぱね。それも入れてもしゃあないもんね。ザラじゃない。でも紛らわしいっていうフレーズが僕らが出てる時点でもナンセンス。何を言わすんですか。そう、あ、そう。なんか、あの、3つ目、最初、あの、さっき言った3つ目のやつを、はい、仮にこう、私が選んだ。ああ。こちらでございます。ああ、大好きな番組です。すっ。え、ちょっと待って、映す感じなしで。あ、あれ、あの感じ。えー、マジか。えー、映んなくなるかもしれない。いや、映るでしょ、だって当てるんやから。まあね、そう、当たりますよね。はい、やってやりましょう、それは。わかりました、わかりました。はい、いや、あの、外れたら消えるって言う。一発で消える。嫌やな、一発で。家族見てるしな。ちょっと困んな。はい、わかりました。なるほど、いただこう。やってみましょうか。では、では早速やってみましょう。聞きしか、はい、こんなになることがあったんですね。そうなんです。いや、
や俺絶対したくなかったもん。なんでもそこでだから、ま、だからスカイ回ってるわけ。僕はじゃあどっかかけときますかみたいな。あ、1人ずつ。あ、じゃあ僕、はい、え、僕から僕から行きますか。じゃあ真ん中座ってスタート。うわ、見たよ。どうしよう。トトさん頑張んで。せーね。はい、じゃあ僕は見たらダメなんですよ、見ないでね。あ、そうか、見たらでかいよね。映っちゃう。画面これでいきます。メガネも取っとくわ。こうしよっか。あ、そうね。あ、そうね。手だけ打つ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 。これ生地ですね、これね。そうや、時間もだ。まあ、ある程度ね。10、9。お、はいはいはい。ちょっと待って、ほら、いいです。これでいい。これでいい。うん、いいです。本当はもっと大きい生地が良かったんですよ。確かにね、ちっちゃいですね。そうなんですけど、このあえてね、ちっちゃいのに。今の割と少ない、割と柔らかかったですね。ちょっと待って。やば、緊張するな。はい、了解了解。ちょっと待って、もうはい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 、今のところ決まってます。はい、最後これでしょ。触ってるね。めちゃくちゃ触ってるね。めちゃくちゃ触ってるね。触ってるね。めちゃくちゃ触ってる。オッケーオッケーオッケー。はい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 。いいですか。メンツは潰れないですね、これ。一番いいやつを当てればいい。どれだけだね。そうそうそう。はい、オッケーオッケー。金子、ありがとうございます。わかりました。覚えとったんですね、これね。そう、何番手のやつかを言ってください、最後に。最後にね。田中つぼさん、行きましょうか。教えてくださいよ、順番を。出ないからね、僕ら出たらちゃんとください。そこに目をちゃんと見ずに見ずになりましたよ。なんかその辺知ってください。バイ。すごい、これこれ。あ、もう、はいはい、これはもうあれですね。もう一気に見るでしょ。はいはい、オッケーオッケー。なんかすごい早いね。あんまやっぱりこう全体適当ですよ。迷わない、ほら、迷わない心情を持ったね。お、いやー、サクってるね。探ってますか。めちゃくちゃ触ってる。ミートもほんまに昨日。オッケー。よかな。怖いよ。怖いよ。怖いよ。あんなに言ってたもんね。怖いよ。あ、うん。一番やってるね。一番やってるだけやってるね。その三つ当てるとは言うだよね。オッケーでしょ。エリアマネージャー聞いてる。ハードル一番やつ当ててね。もちろんいいよ。あ、いいですか。もういいですか。もう終わりました。じゃあ、そこに戻っていただいて。いいですか。じゃあ、ちょっと僕らこうやってうつむいて、番組こうやって示しましょう。あ、一番目、二番目。あ、その答えを。お互い見ない。あ、オッケー。じゃあ、せーの。ちょっと待ってください。一番いいやつですよね。一番いいやつで。メガネ取ろう。めっちゃ赤いやつだったら消えるから。このまま消えるんですよね。消える。ちょっと最後自分の髪とこう。なんで？メガネをね。頼む。ここでよかった。いやでも正直冗談抜きに全部わかりましたよ。おお。今度はそれじゃあ後で聞いて。はいはい。とりあえず一番いいのを言いましょうね。うん。せーのって言いますか。お願いしますね。はい。1番目、2番目、3番目で、うん、はい、せーの、もう中、もう中、
二人とも三番目。そうなん。一緒。お前ら来るね。正解発表します。一番いい記事は三番目でございます。変な汗が生まれた。ちょっと焦るね。すごいね、やっぱ分かるんや。いやいや、分からん人おるんですか。他、他は分かったでしょ。他、僕ね、実はまあちょっと不安なとこありますね。マジ何とないの。でも似てましたもんね。似てたね。他2個は似てるんですよ。最後の、いっちゃえのはなんか、あって分かったんです。あって感じが確かにした。うん、1個目の2個目はまあちょっと確かにね。じゃあいっちゃん悪いやつ、あの3つの中で悪いやついっちゃんコスパいいやつ。悪いって言ったらあれですけど、ポリ100のウールライク。ウールライク、それでいきますか。ちょっと待って、ポリ100のウールライク。オッケーオッケー、お手本。でも最初の問題クリアやから絶対。この時点ではもう一応まあギリギリ様です。映る映る、すごいと。だから消えはしないと。そう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 、消えはしない。すごい。だからあれでしょ、普通なのか一流なのか。そう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 、そういう違い。じゃあほんなら、はい、ウールライクね。ウールライク、うん、せーの。いやいや、もう2人とも一緒や。まずまずね。正解は2番目でございます。おいいや、わかるん。いやいや、もうでもウールライクは厄介ですね。いやいや、むずいむずい、厄介厄介。めっちゃ触って、そう、なんかウールライクで触り慣れてる感じってのは分かりましたけど、だからほんま2個目だけめっちゃ僕も触りましたからね。あ、そう、なんとなくな、うん、これほんまにどっちやみたいな。初めてウールライクが入荷したよって言って触ったら多分ほんまに分かんないかもしれない。確かに。そうなんや、はあ、初めて触ったら危うしいですよね。怪しいです。いやー、でも2人ともすごいよね。あの感じで言うと一流になってる。ああ、全部一流、金、全部当てたから。うわ、よかった、俺ここで。当然、当然、次 SS ね。SS 決定。SS 決定。SS 入荷の時また同じことやる。SS ね。てかもうこれシリーズ化しましょう。これ系。毎回やんの。分かって当然シリーズ。入荷したら毎回やるんですか。これ、今回記事編ですけど、いろんなのしましょう。まあまあね、確かにね。はい、すごいよ。いやいやいや、なん、どんなタイトルします。分かって当然。分かって当然。分かって当然。かっこプロですもん、笑。プロですもん、腐れです。借りたい、借りたいよね。そう、借りたい。やってみましょう。やりましょう。いや、いや楽しかった。ちょっとヒント。いや、面白かった。ほんまに。はい。こんな無茶ぶりしてしまいました。ちょっと今回初めての試みですけど、こういうのはもうこの、まあ、この辺までまたやるんですけど、ちょっと楽しみながらみんなもね、あ、皆さんも、そうですね、うちのお店来てやるもよし。こんなんやってみてくれるのあったらね、こうコメントでも言ってもらったら。そう、ただ一つ言いたいのは、ほんまにいい記事ってわかんねやな。お前やな、絶対2人ともそうや。いや、そうですね、そこはあんまり迷わなかったですもん。あ、ね、一番いい生地だけど、そうそうそう、あ、これやな、置いてくるもん、わかりやすかった。あ、よかったね。ぜひ試して笑って、皆さんも。はい。というわけで、今回はちょっとあの変わった企画書に面白いあの、聞き記事をやってみました。はい、はい、この動画面白いと思っていただいた方はチャンネル登録と高評価をぜひよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。